ダニエル・ジョゼフ・メンデンは、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手。宇ト右ミギ現在は、クボノキア・タイガースに所属。メディアによっては、ダニエル・メングデンとも表記される。テキサス A&M 大学時代の2013年には、第39回日米、大学野球選手権大会のメンバーとして、来日している。 2014年の MLB ドラフト40名で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・アストロズと A-9 トリシティ、バレー・キャッツでプレーし、2球団合計で6試合に登板した。2015年、アストロズ参加では、A 級、クアッド・シティズ・リバー・バンディッツと、A 級ランカスター・ジェット・ホークスでプレーした。 2015年7月23日にスコット・カズミアーとのトレードでジェイコブ・ノッティンガムと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。移籍後はンカの A 級ストックトンポーツへ配属された。2016年の開幕は AA 級ミッドランド・ロックハウンズで迎え、5月1日にトリプル A 級ナッシュ・ビル・サウンズに昇格した。6月11日にメジャー初昇格を果たし、 アクティブロースター入りした。同日のシンシナティレッツ戦で先発して、メジャーデビューし、5.2回で2失点で敗戦投手となった。この年は先発の一角として14試合に、登板したが、2勝9敗、防御率6.50、ホイップ1.61と打ち込まれて、大きく負け越した。2020年9月20日に、DF となり、22日に、 マイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月9日に FA となった。2020年12月25日、韓国プロ野球のキアタイガースと契約した。ありがとうございます。